ミシェルです。ベベのエグゼクティブディレクターをやっています。今日のコーディネートのポイントはベベのオリジナルスウェットを着たかったので、このオレンジを差し色にあとはモノトーンでまとめました。バッグがポイントです。このスウェットは私がやってるベベという古着のブランドのオリジナルアイテムです。このファインドユアヴィンテージって入ってるこのスローガンが今年の私のスローガンです。このバッグは6月7月にパリに行ったんですけど、そこで見つけたヴィンテージのアイテムです。文字のグラフィックが可愛くて買いました。この帽子もパリで買ったんですけど、色のコントラストとかが可愛くて気に入ってます。はい。